鬼滅の刃表紙再現シリーズ番外編ポスター再現チャレンジ。鬼滅の刃大好きだよって人、グッドボタンで教えてね。チャンネル登録、インスタグラム、ツイッターフォローもしてね。ということで、2021年最初の再現チャレンジはこのポスターに挑戦します。再現チャレンジスタート。まず今日は私からねずこに変身していきたいと思います。ねずこ頑張れよ。うん、見てください、髪の毛はもうねずこ風にくるくるに巻いてあります。スペシャルリーダー、ねずこの服持ってきて。オッケー、よろしく。持ってきたー。あれ、なんで切ってるの。そっちの方が楽だったんだよ。もうリーダー早くないで。え、これ少し気に入ってたのに。もうじゃなくて着替えられないでしょ。よっしゃ。まずはルイの着物を使います。役に立つんだね。そうだよ。そこにサブタのズボンを履きます。わかった。どうぞ。見ないで。わー、よし、入れて入れて入れて、ありがとうございます。そして帯をつける。そして縦に履き替える。そして今日はここに新たなアイテムを2つ追加します。それはじゃん、氷とマフラーです。よし、履くぞ。おー、いけない、トンジロっぽくなった。そしてこのマフラーをかけてあげればじゃん、キスタイの前のチャンスよ。あせー。ということで今から髪の毛をセットしに行きます。お兄ちゃんだぞ。お兄ちゃん。この頃の炭治郎はあざじゃなくて傷があるから、なんとかママが多分傷をつけてくれると思います。やっと二人の準備が整ったので、ポスターの撮影に入りたいと思います。どう、こんな感じ。それっぽいよ、それっぽいよ。大きいからバランスが。あ、炭治郎もうちょっとねずこに顔近づけてください。そう、はい、行きますよ。ねずこもガーッて、あー、うーん、はい、じゃあ顔作って、顔作って、はい、ポーズ、はい、また行きますよ、はい、ポーズ。ちょっと違う、炭治郎違う、もうちょっと顔向こうだ。そう、で、目を、はい、ポーズ、ポーズ、顔、ねずこの顔、せーの、そして出来上がったポスターがこちらです。私は竹つけて、あとすね当てつけたらもう終わりだ。でも炭治郎は体力つけないよ。昔の炭治郎から今の炭治郎に戻ってください。はい、次よ。そしてねずこも草履を買いました。ああ、これすね当ての前に履いた方が良かったな。おお、下駄はこういう感覚なのか。草履、
知ってた。そしたら竹をつけて完成。完成。よし、炭治郎が大福に着替えるぞ。かっこよくなるぞ。ヘルプを着る。そして帯をベルトに変える。そして羽織をつければ。頭、あ、頭ない。つけてくる。そして腰に肩を刺せば色の完成。さっくりが出た。後ろにギュってって。おお、そうそうそう、簡単に腰になってきた。もうこれでいいんじゃない？お、なんかそれっぽくなってきた。それっぽくなってる。もうそっちゃっていいんじゃない？ちょっとなんかでもね、もっと膝曲げてほしい。そうだ。あ、そう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 。押さえて、押さえて、すぐちゃん。どう？いいんじゃない？立って立って。おい、じゃあ行きますよ。はい。はい、ポーズ。お、もっといいね、いいね、かっこいい。おねびさん。いや、あ、だんだんね、膝が伸びてきてる。そうそうそう、せーの、はい、ポーズ。ふー、地味に疲れるポーズだったな。お疲れ、みーちゃん。これ、次、私なんだけど、これ、前逸が私の背中に手を貸してるから、ずっと一緒に撮んなきゃダメなんじゃない？じゃあ、そこから一緒に着替えと。うーん、そう、前逸に着替えてください。前逸と一緒に銀之助を持ってきてる。おお、よし、じゃあ、前逸前進、変身してみせます。あ、そうだ、これ取らなきゃ。おお、これなんか剥がすの気持ちいい。そう、ひらひらっていく。ひらひら、そうそう、おねむり。最後の一個だ。よし、どう？キラキラ取れたんじゃない？じゃあ次、カツラのネットつけるよ。うん。すごい。ハハ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 。努力は必要です。おー、ちょっとかっこよくなってきてるけど、いやー、ちょっと全然顔全然見えない、全然顔全然見えない。もうね、滑るから。じゃん、秘密兵器を持ってきた。滑らないマット。滑らない。どうしよう、向こうで完璧じゃないの。そう、いい、かっこいい。できますよ。うん、はい、ポーズ。全然もっと伸びたそうか。せーの、はい、ポーズ。うん、襲いかかるように身を沈めて、そう、せーの、はい、ポーズ。よし、残るは二之助だ。ふわー、しょっと、ふわーだ。二之助変身、トンガクマーチン。おー、カタナをどうぞ。あ、いいです。見えてない、見えてない。絶対見えてない。じゃあ、のすけさん、いきますよ。ここパテンして、前に出て、まあね、まあ、のすけだから、うん、ガツンっていっちゃうもんね。いいんだよ。そう、ヒャーっていっちゃうもん。なんかいい感じでいったよ。いい感じだよね。もっと前のめり、前の足に。あ、いい、そう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 。よし、いきますよ。はい。はい、ポーズ。いいね、もっと前に、もっと前に。うりゃ、あ、いいね。はい、ポーズ。いいね、いいね、いいね。行くぞ、前のめりに。はい、ポーズ、前のめり。そう、かっこいい。そして、出来上がったのがこちらです。今日はどの再現をしようか迷うね。あ、これにしない？あ、いいね、かわいいね。これはいつもの再現より簡単そうだね。ねえ、カノ、ちょっと確かめたいことがあるんだけど。なになに？なぜこう、リンタがやった方が可愛いのかなって思って。
お互い両方やろうよ。望むところだ。鬼滅の刃再現チャレンジスタート。鬼滅の刃大好きだよっていう人、グッドボタンで教えて。チャンネル登録、インスタグラム、ツイッターフォローもすね。はい、まずはメズコから行かせていただきます。ちょっとおい、装着できた。後ろが出てるの前のっけ。ピクチンピク、後ろがぐちゃぐちゃ。シュンシュンやった。おっとー、一瞬使うよ。ダメ。え、あなたこっちにあるからダメ。ちょっとほらね、かわいいでしょ。早く着替えてください。はい、うん、メルコ完成。うん、なるほど、そういう感じね、うん、よし、次は誕生日番だ。また来た。あれ多分なると思う。そう、全然全然口色負けて口色負けちゃんと顔歯に引かない歯に引かないからどうにでいかないと思ったら。簡単だね。うん、あれ、じゃあちょっと手が、うん、確かに、うん、どうしよう。じゃあ、メズコの秘密兵器で、ダイナピョー。いいね、これがちょうどよくないか。うん、バッチリやった。メズコ、手が大きくなった。はい、じゃあ満面の笑みでお願いします。うん、満面の笑顔。はい、ちょっとメズコ、こちらに首かしげようか。ちょっとだけ。はい、じゃあそこにチョン太郎がいると思って、にこやかにね、いますよ、じゃあ。はい、はい、ポーズ。何事というよ、うん、はい、顔面の意味で、はい、ポーズ。よし、じゃあまず私が炭治郎に変身します。大福。これ実は善逸の大福なんだけど、ちょっと大きさが大きすぎたから、多分私にはぴったりだと思うんだよね。このつけていきます。こちら、ちょっと笑ってやがる。泥棒みたいになってる。泥棒みたいな。違うな、いいか。まあ、いい。それでは炭治郎、カツラプリーズ。オッケー。はあ、待って、先にこの後つける方が良くない？あ、そっか、かぶるときだった。次、冷たい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 。よし、カツラをつけて。炭治郎くん、ハワイよ。よかった、はあ、かわいそうに。正面になったんです、急に。哀れな子供を殺すと早く解き放ってあげよう。よし、はい。
負けを認めるか。まだ僕の禰豆子を見ていないだろう。どう、そんなに似合わないと思うよ。じゃあいよいよ僕の禰豆子をお見せする。そんなにこれとってそうだね。じゃあ飛ぼっか。ふう、すっきり。よし、体育館を。いやへぇ、手を通して。はぁ、かわいい。次はアミね。よいしょ。リンタも女の子しか見えない。違和感ないよね。恥じらいを見せている。恥じらいを見せている。はい、できた。よし、じゃあカツラ行くよ。ちょっと待って待って、禰豆子完成しました。こちらです。なんか違和感ないでしょ。ちっちゃ、ちっちゃ。ね、可愛いの。なんか全然違和感なくない。どんなのこれ、可愛いの。うん、結構可愛い。結構可愛いんだ。お酒外してみてよ。ほらこれでも違和感なくない。ポージングしよう。なりきってるもん。なりきってるもん。ポージングに行こう。はい、じゃあお願いします。うん、さっきやったからできるないんですか。もう今度あれだね、身長差バッチリな感じだね。バッチリ。おう、こうして。ああ、もうなんかいい感じだね。うん、もういい感じだね。うん、はい、じゃあ行きますよ。はい、ポーズ。はい、もう一回撮りますよ。はい、ポーズ。いいね、いいね。はい、ポーズ。オッケー。オッケー、オッケー。多分、手の上のチュッタロは多分ママが編集で再現してくれると思います。出た、ママなのに。完全になりきってるんだけど、この人。かわいい。そして出来上がった2種類の再現は